Hey guys! バックヤード生活を楽しんでいる二頭です。水遊びを目いっぱいして今体ふきふきタイムです。久しぶりの出演ですね。どっちがどっちか分かりますか？こっちがふみ太郎で、こっちがしゅう太郎。だいぶ大きくなったんじゃないですか、皆さん見ない間に。しゅう太郎はもう3キロを突破してます。ふみ太郎も3キロの台に乗ってきたぐらいですね。最近食欲がすごくてむしゃむしゃ食べてもりもり大きくなってます。暮れの子大活躍でございます。はい、今さっきねご飯食べ終わって、で水遊びもたくさんし終わった後です。はい、こんな感じでバックヤードでものんびりゴロゴロと過ごしています。最近ほんでワカサギをね食べれるようになってきたんで、今度そのワカサギを完全に食べれるようになったら動画撮影しますわ。あの週踏みがワカサギですよ。いろんな作戦を考えた結果、ミンチにしてキャットフード、大好きなキャットフードと混ぜるっていう方法を取ったら、意外とあっさりキャットフードを食べるようになりました。はい、あ、キャットじゃないか、ワカサギか。ワカサギを食べるようになりました。で、今度は切らずにミンチじゃないワカサギを食べるっていう練習を今しているんですけど、それがそろそろこの2頭は食べれるようになってきたんで、その様子を動画で撮影したいと思います。はい、もうこれ夕方です。薄暗い夕方です。それでは皆さん、週踏みの近況でした。良いお年を。じゃあまた。